群馬県民の代表である群馬県議会議員。議員は県民の直接選挙で選ばれ、同じく直接選挙で選ばれた知事と二元代表制を取っている。県と議会は独立対等の関係に立ち、より良い群馬県を作ることを目指している。そして私たち政策広報課はそんな議員を支え、議会を伝える所属である。議会では知事から提出された予算議案をチェックするほか、議員自らも議案の提出を行っている。そのため政策調査係では政策立案の支援として他県の先進事例を議員に情報発信したり、議員の依頼による各種調査の実施、議員発議の条例制定の調整などを行い、議員活動を支えている。また若者の政治への関心を高める取り組みとして、議員が高校を訪問して生徒と意見交換をするガチ高校生×県議会議員を行っている。その他県内の大学生が県議会で一般質問を傍聴し、その後一般質問を行った議員を交えて意見交換を行うシチズンシップアカデミーなどの事業を行っている。企画広報係では県民に開かれた議会づくりのための広報活動を担っている。本会議では真剣で熱のこもった議論が交わされている。議場のすぐ後方には議場システムやカメラの操作機器のある中継室があり、ここから本会議の様子を撮影しインターネット中継を行っている。また一般質問のテレビ中継ではテレビ局と協力しながら中継を行っている。県議会では年4回開催される定例会後に本会議の概要などをまとめた県議会便りを作成し、新聞折り込みにより県民の皆さんへお届けしている。その他県議会ホームページや SNS により日々議会活動について情報発信を行っている。県議会ではテレビ、ラジオにより定例会や委員会調査などの議会活動を県民へお伝えする県議会広報番組を放送しており、その番組の企画を考え収録や取材に同行して番組制作を行っている。最近では若者の政治参加を促すために動画による情報発信なども行っている。また政策広報課内には議員の調査研究に資するために設置された議会図書室がある。蔵書数は約2万8000冊であり、議員以外にも職員や一般の方への貸し出しも行っている。選書会議を開き、議員の活動に役立つ図書を選書し、新着図書案内を毎月発行して紹介している。その他、議員からの依頼により、書籍や資料を探すサポート、レファレンスサービスを行っている。この他、質問補助業務、委員会の初期業務や委員会調査の随行などの仕事も行っている。県議会の使命は、民意を代表する議員の多彩な議会活動を通じて、県民の多様な意見を集約し、県政に適切に反映させることである。そんな議会と県との関係は、車の両輪に例えられる。私たちは、その両輪がバランスよく回るよう、日々使命感を持って取り組んでいる。